吉田さん、今回サービス残業というテーマでお話ししようかと思いますあの、ネットオフっていうブックオフのネット版で本買ったんですよそしたらね今回はヤフーショッピングを通じてネットオフ買ったんですけども今度は直にネットオフでご購入くださいということで150円のサービス券が入ってましたつまりはヤフーショッピングという 媒体を使ってネットオフという商品を売って一度取引したお客様とネットオフは直取引をしようとしてるわけですよね。いいじゃないですかね。あの、こんな話があったんですよ。残業残業でほんと参っちゃうよみたいなね、話でした。まあ今会社に残業があるのは仕方がないと思いますけどももうね残業だから仕方なく いやいややってる人とせっかく残業なんで少しでも自分の身になるように工夫していこうとする人と残業は上司も一緒だからせっかくだから上司と仲良くなるために残業時間使っていこうかな様々さまざまあるんですよだからせっかく残業するんだったらプラスアルファでなんかねいいことがあるようにその残業時間を使ったらどうかなと思うんですけども 今回ね、お話しする例っていうのは、そのサービス残業を使ってね、まあサービス残業するじゃないですか。そしたら、まあ、本来だったら7時半ぐらいに終わるのに、9時とか10時になるわけですよ。まあそうすると、夜食が食べたくなるなってことで、その同じ同僚、上司、部下の一括りになってるオフィスの、まあ10人弱いるんですけども、夜食をですね、頼んだやつがいるんですよ。まあそれは皆さんからね、ちょっとお腹すいたなみたいなノリになってきたんで、まあ残業の前に、 ちょっと軽くご飯食べてねそれからやろうかみたいなノリになるんですけどもその時にねあじゃあ僕が頼みますみたいな感じで取り仕切ったまあ一般サラリーマンがいたんですけどね彼はあの同級生があの居酒屋をやってたんですよで居酒屋今状態が悪いんであのあですよね出前をしていたんですよねあのテイクアウトってやつをで、まあ、皆さんの分あの僕が まとめて頼みますねって言ってまあ、人1,000円とかね2,000円ぐらいで頼むんですけども、まあ、そうするとまあまあ1万円とかになるわけですよね全員で。で1万円分ぐらいが多い時は2万円分ぐらいがねその社員さん仮に A さんとしますけど A さんはまとめて同級生の居酒屋に「えちょっとこれでお願いしますみ、ね」みたいなやるわけですよ。まあそうすると まあ夜食が届きますみんなで食べますおいしいねみたいになりますでそれを度々やるわけですよ残業の度に、まあ、そうするとその同級生の居酒屋さんはまあこういうご時世だからね定期的にコンスタントに注文が入って嬉しいなみたいな感じになるわけですよで A さんはまあそこのメニューをねコンスタントに頼んでみんなで食べてもらってまあ結構いいね、あのー 仲介者になったかなっていうところですよね当然同級生からすごくね信頼されて感謝されて、まあ、嬉しいですよねで同級生の役に立てて自分も a さん A さんも嬉しいしでみんなで頑張って残業できるから a さんも会社の中で目立つしみたいな感じですよねまあ、そんな話聞きましたねだから残業っていうものを利用してちゃんと商売する人と人間関係作る人とめんどくさい早く終わればいいないって感じで単なる 時間をこなすだけななってしまうと、ね、様々なんですから、ね、非常にみんなが嫌がる残業ですけどもいろんな使い方があるなってこととあとね車の件で言いますと車ね BMW のワン1ワン動画確かに私見してもらってないんですけどもこの去年の夏にセルシーを買う時も実はねワンーワン動画、あのー、やり取りしちゃうんですよ。当然私の方から あのこんなスペックでお願いしますみたいな動画を送るのがありましてそれもしかもねナイト2 0 0 0をバックに取ったわけですよでそうするとチャンネル登録もちゃんと起きるしすごいですねみたいな感じであのその中古屋さんもね結構規模が大きいところなんですけどもその中で割とあの私のチャンネル登録してくださったりとかね今でも見てくださる方がいらっしゃったりとかしてで今度向こうからの返信も動画で来るようになったんですよスマートフォンで車内を撮影して えーまあ、すみませんちょっとサンルーフ開けるところを動画で撮ってもらっていいですかみたいな感じでサンルーフがスムーズに開くところとかねそれからあのオートクロージャーっていうのがありましたセルシオって半蔵の時に自動的に閉めてくれる機能があるんですけどもそれを撮ってもらったりとかねそれからあのタイヤの溝をこうやって録画してもらって送ってもらったりとか様々あるんですけどもすごい細かいやり取りをしながらね関係、えー、を作ることができました。多分ね 普通のお客さんにもそういうことするんでしょうけども、こっちからも動画みたいなのはなかなかないと思うんですよね。うん、やっぱりこの関係っていうのは強く生きるなと思いまして、うんあの、活用させてもらったんですけども、ただね、私も早朝とか深夜に動画を送るんですよ。そうするとね、なんとね、早朝でも深夜でも、その、多分私を担当してくれた人っていうのを、その清書の社庫の方に行ってね、撮影してきてくれてたんですよね。すごい早かったです、返信が。 だからもうね他と天秤とかかけられないししかも自分の好きなタイプの車回してもらったしって感じでありがたいなと思ったんですけどもでもあの向こうの担当のスタッフさんからすると残業に次ぐ残業ですよねだからね残業するとねせっかくするんだから勝負勝たない現象ねどんな状況でも残業したのになんかサービス残業だって言ってる人は 本当にね、そこの工夫が足んないんじゃないかなと。ただ残業させられただけになっちゃってるけども、でもちゃんと自分の成績とかね、自分の株を上げるために、残業時間すらちゃんと使う人ってのは、成果を上げるし、売り上げ上げるし、仲良し作るし、なんだったら自分の身内も助けれるし、みたいな感じでね。なんかありとあらゆる機会を活かして、ビジネスしてるんじゃないかなと思いますね。竹島の日ですね。決して決して猫の日ではありません。なんかライブ放送始まっ,ちゃった。じゃあ、いあってらっしゃい。